ロドコどこ？これってシールドか？でも硬くはないな。一種のエネルギーの層だ。むやみに触ると吹き飛ばされるかもしれないぞ。こんなに大きなシールドってことは、この中に誰かいるんでしょ。おーい、クレーだよ。ドドダイマー、出てきて。返事がない。この中にはいないのかな。ううん、きっといるよ。シールドが大きいのが原因、ドドダイマ王が悪い。どんな理屈だよ。でもクレイが言ってることは間違ってないんじゃないかな。こんな巨大なエネルギーの層だもん、何か秘密があると思う。合理的な推理だ。僕もそう思う。エネルギーの層である以上、どこかにエネルギー源があるだろう。その供給を断てばシールドもなくなるはずだ。まずはこの周辺に怪しいものがないか探してみよう。クレイ、出発！こらクレイ、走らない。オイラたちも出発だ。3つの装置から光が出ていて、それが同じ場所に集まっている。これがシールドを解除する鍵だろうか。ふん、光を出す3つの装置か。そしてその前に小さな台座がある。この形状からして何かをはめ込むのだろう。この形はクレイ全然わからない。誰か説明して。不完全な円、いや扇形か。なんだろうな。海が近いからもしかすると貝けど、私たちが普段見るような貝とはサイズが違うみたい。うまくはまりそうにないよ。貝じゃないとしたら、そうだな、鱗とか。鱗？どうして鱗なんだ？それとも何か見落としている手がかりがあるんじゃないだろうか。光を照射する装置の前に台座があるということは、つまり。それだ！こんな装置は初めて見た。こういう解き方の装置もあるんだね。僕の考えが正しければ、これは光を利用した特殊な装置だろう。過去に似たようなものを見たことがある。光を正しい条件、または正しい経路で導くことで起動する装置だ。なるほど、やはりこの3つの装置がシールドを解除する鍵になってるってわけだ。見てくれ、装置から照射されている光は白色だが、装置そのものには色がついてる。赤、青、黄色の計3色だ。手紙に書いてあった。三色の鍵を持つのは恐ろしい魚。これで当たりだな。栄誉騎士、さっきの大きいのから何か手に入れたよね。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。どうやらこの三つの水晶が謎を解く鍵のようだ。この水晶を欲深き精霊に捧げるということだろうか。旅人、水晶を海の近くに置いてみたらどうだ。欲深き精霊とは海を泳ぐ魚のことを指している可能性が高い。水晶に引き寄せられた魚から鱗を手に入れるのではないだろうか。なるほど、確かにそうっぽい。さっきあっちにすごい大きなカイラがあったぞ。お魚
失敗しても水晶は回収できるはずだ。失敗しないよ、そんなこと言わないで。悪い悪い、そうだよな、きっと成功する。じゃあそこまでオイラが案内してやるから行こうぜ。これでいいよな。でも魚が寄ってこないぞ。クレ、手紙に他のヒントはなかった？なんだっけ。欲深き精霊、欲深き精霊、月がぐるりと回る。ひょっとして夜にしか現れない魚？一晩待つってことか。魚取って食べる。いいね、クレーも今からお魚ドカーンしてくる。ああ。待てクレー、ジン団長も行く？どこか行くときは一緒にって約束だもんね。行こう。そうだな。じゃあ今回は特別にクレーと一緒にお魚をドカーンするとしよう。え、今なんて？神団長がお魚をドカーン？お魚は美味しいからやりがいがあるよ。ここは無人島だし、爆弾で人を怪我させることもないだろう。多少は甘くしても問題ない。お魚、お魚、出発！あっち、魚いっぱい。くれ、あの二人すごいスピードで行っちゃったな。自由時間か？そいつはいい。ちょうどこの辺りを散策してみたかったんだ。また海賊のお宝を探すとか言わないよな。どうだろうな。こんなにも広い島なんだ。きっと秘密の一つや二つ眠ってるだろう。このガイアが隅々まで探索してみせるさ。はあ。ディルックの旦那も一緒に行くつもりじゃないよな。そんなわけないだろう。僕は一人で静かに過ごしたい。でも何もせず暇を持て余すような性格じゃないよな。君たちも自由に過ごしたらどうだ。僕は先に失礼する。みんなまるで子供みたいだな。浮き足立ってるというか、なんというか。やっぱりアルベドが一番。あれ、アルベドは？アルベドさんならスケッチに行くって言ってたよ。にゃんにゃんにゃん、あいつら散々カッコつけてたくせに結局は遊びたかったんだな。せっかく海に囲まれた島に来たからな。みんな多少は羽を伸ばしたいんだろう。安心して遊んできてくれ。魚が寄ってきたら私がみんなを呼び戻す。この島に来た理由はみんなそれぞれ単純なものではないが、この海から眺める景色が素晴らしいのは事実だ。旅人も疲れただろう。今のうちにゆっくり休むといい。いや、私はただとにかく君には楽しく過ごしてほしいんだ。この先に何が待っていようと、私がみんなを、クレーを守る。これはセピロス騎士団の代理団長としての務めだ。ジン団長は相変わらず頼もしいな。旅人、ありがとう。そう言ってくれて嬉しい。おしゃべりはここまでにしよう。親愛なる旅人、君と私がこの砂浜でひとときの安らぎを得られることを願う。
うんとね、クレ、まだわからないことだらけだけど。でも、みんな来てくれた。それに、アルベドお兄ちゃんとレザーも。クレ、嬉しいな。お友達がいっぱいだと、いろんな遊びができるね。クレ、みんなと一緒にいるの大好き。うん、もしお魚をドカーンしたくなったら、クレイのとこまで来てね。この島は実に面白い。これも風神バルバトスの傑作だろうね。
すいた。魚食いたい。左には水、右も全部水。風の神、我らを導きたまえ。いざ。はじけろ。おい。くっ。元気出してよ。私に答えるのだ。よいしょ。守るからね。ここのお魚、焼いて食べるときっと美味しいよね。クレーお魚食べたい。じゃあ私が一緒にお魚を取ってあげるね。でも静かに。お姉ちゃんに気づかれないようにね。本当に？バーバラお姉ちゃんもお魚好き？食べることより捕まえる方が楽しいかな。小さい頃お姉ちゃんと魚取りしたことがあるんだ。お姉ちゃん普段はあんな感じだけど、小さい頃はとても子供っぽかったんだよ。カメさんを飼ってたこともあるんだ。意外でしょ。
しく。元気出してよ。ディルック、お前は決断力のある人間だから、海鳥を撃つか貝殻を拾うか、お前が決めてくれないか。何が言いたい？そうツンツンするな。ここから身動き取れなくてどこにも行けないんだから仕方ないだろう。だったら楽しいことでもして時間を潰さないと。そうだ、貝殻拾いはいいアイディアだと思わないか。ガキの頃お前と一緒に拾ったのを思い出す。そんな昔のこと今でも覚えているのか。ディル、変な。爆弾持ちすぎたのかな。だっただ。でしょ。岩山八九くらえ。みんなは俺が守れ。師匠の技をくらいなさい。くばら西洋なぶ。無能無能ここだ。無能岩山八九天理チョーク。燃えろ。岩山八九ねえ、5番
行くぞ。いざ岩山八九。天道万象、みんながそばに。わめくがいい。ここだ。無能。